はい、皆さんこんにちは、ふんさんです。ということで、今日も京都でマリオカート Wii オンライン対戦実況やっていきましょう。今回は全キャラ使っていく企画、注力残す2体です。今日はディディコング使っていきます。ディディね、ステータス見たんですけど、まあ、加速プラス1、ドリフトプラス1、ミニターボがプラス2の減速回避プラス1ということで、めちゃめちゃなんか今までで一番初心者向けというか、なんか扱いやすいステータスしてると思うんで、前回ねキャサリン編でねレート溶かしちゃったんで、まあ、その分を取り返そうかなというところで、 SFC マリサ一回交換しちゃうか、スターキープでもよかったんですけど、まあ、自分最下位7人部屋なんで、もう一回いいアイテム引いてくれるでしょう。 OK、 マジなんか運転しやすいな。もうなんかふざけて変なカスも使わない、もう注力で一番強いよ。このマッハバイク使っていくわ。なんだっけ前のインターセプターだっけ、なんかもう速いけど曲がりづらいみたいな、カスタム使ったせいで危ない、それマジで勝てなかったんで、このバイク使うからにはもう言い訳できない、負けるわけにいかない。ここ交換しちゃうか。ここでもう一回スター引いてくれたら神なんだけど、どうだ、何出る、キラー出る。そしたらショトカ5に使っちゃいますか。サンダーはさすがにねえかな、なさそうではあるけど、いい感じのおろしくね。 OK、 キラー伸ばして1出て、トゲこなければもうこのまま逃げ切れるんじゃないですか。カーブ曲がっていってダッシュ板踏んだな、ここらも間に合わないでしょう。 OK、 いいね。はい、ということでこんな感じです。プラス53、まあなんとか今日8000円とりあえず戻しましょうかということでね、まあ、人数増えることを願っていきましょう。ヘイホービーチ打開しましょう。まあこれ中央級なんで、まあファンキーコングより有利なんじゃないかな、わかんねえな、関係ねえか言うて、まあでも打開が強いんで、しっかり下がってさっきみたいにねスターとか聞いてやっていきましょうか。あれ8人部屋になったと思ったけど、また7人部屋になってんな。スターナイス。まあこれ一旦運搬でいきますわ。カニにぶつからない、これカニマジ邪魔なんだよな、押すな押すな。この辺のダートとか若干噛んじゃいそうなとこも、ファンキーなんじゃないわ、リリーならいけるんじゃないかと思ったけど、さすがにマッハバイクじゃ減速激しそうですね。でも減速回避だっけ、あれダート噛んだ時の、あ違うか、減速回避ってステータスは確かこのなんか運転手まっすぐ進んだ時に押すな押すな、横にね、まあ、スティック倒しちゃうと時間減速するんですよこのゲーム、だからその減速が抑えられる、そういうステータスだったはず。ステータス量が多すぎて一個一個内容詳しく覚えてないですけど、確かそう、減速回避はダート噛んじゃった。いやーサンダー踏んのか、4位まで来ちゃってからサンダー振らしてほしくなかったな。ちょっとここでアイテム引いてもしょぼいのしか出なさそうではある。ないでる、うーんそうだよね、まあ、一応前2人は見えてるんですが、このまま行くしかねえか。もう、まあ、キノさん出ないか、3位で7人目だったらワンチャン出そうな感じもするけど、後ろ置いといてキノコ出るんだったらこっち行くけど、カニ邪魔すぎる、危ねえ。ちょっと止まっちゃったのがもったいなかったが、もう3位で行くか。なんかそれやばい、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 なんかもう何が起きてるこれ。なんか潰れまくってるけど、そのマリオ潰しのなんか1位出ちゃった、なんで赤コーラ間に合って、間に合って、間に合って、セーフ。なんで勝ったんだこのレース。12人秒きた、 DK マウンテン行きましょう。さすがにこのね D の一族なんで、ディリコングも、まあ、ファンキーコングも言うんですけど、まあ、コング系はこのマウンテンちょっと補正が乗るんでね、そんなんないですけど、ちょっとここは勝っていこうかなというふうに思います。まあ、前行きましょう、前が強いんでね。ここアイテムスルーしていきますか。こっちの方が実は早いんですけど、ウィリー入んなかったんで遅いです、やらかした。まあここ降りていって、まあ用意で巨大とかも出るんで、ちょっとアイテムさすがに欲しいとこではありますが、赤コーラやばい、じゃあ下がるか、いやなんか微妙な順位来ちゃったな、6位割取れない。まあショートカット綺麗に決めといて、アイテム割りつつ、いや赤コーラ来るか、え下がる、下がります、まだ3位か、後ろあれだな、結構もたついてますね。そんなに下がったらそうなっちゃうよね、まずい、落ちそう、押されたら落ちる、許して、大丈夫そう。前2人クッソ逃げちゃったな、サンダー解けないっす、サンダーが一瞬振ったから、あと2発ぐらい振りそうな感じもして怖いね。キノコ使っとくか、早めに使っときましょう、できるだけカーブ中に使った方が早いんで、ここで使っといて、んでもってここ危ねえ、それやべえ、さ話聞きそう、大丈夫か、ここウィリーで降りていく、いいよ、ちゃんと今度は早く降りれそう、もうちょいにつけたら膨らんじゃった、うーんもうトゲもね全然いくと思うんで、
このまま3位キープでいいんじゃないですか。なんか1、2位巻き込んでなんかやり合ってくんねえかな。やべえやべえやべえ、この辺で食らうのきついぞ。でバナナもかわしつつ初とか行って交換手が1位なんか落ちてるよ。パグでうまいこと食らったか。ラッキー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 。でもそうなるとトゲゾが怖いねそうなるとこのゲーム1位クソ弱いんで。オッケー、2位潰れた。トゲゾがめちゃめちゃ嫌なんですけど、アクコーラは消える。サンダーこれ大砲落ちるフラッシュくんね。いや今フラッシュよ。サンダーサンダーサンダー、さすがにか。2位3位が大砲中にサンダー振らせんだよ。大砲中はサンダー無効なんでね、さすがに振らない。まあ、これもアイテムキープでできるだけ早く走っていきましょう。めちゃめちゃ回避してるし、土下座来る今4人回避してるよね、大砲で勘弁してくれ。結構回避してた中位体は距離空いてるからなんとかなる気もするんだけど、やらかした。でかくなるタイミング悪い。ちょっともう一発行こう。じゃもう一発行こう。それで手をと2位キープできてるが、ミスクは綺麗に決めなければいけない。ミスってるよミスってるよ。俺もちょっとミスっちゃったけど、いや許して。赤コーラ死ぬ、赤コーラ死ぬ、赤コーラで死ぬ、赤コーラで死ぬ。許して許して、ここの吊り橋跳ねちゃう。許して。なんかグダグダだけど勝ったよし、うるさけど何今の。おお、そんな声出すんだ。シャーベットランドいきましょう。ここ曲がりやすい。このカスタムめちゃめちゃ強いんじゃないですか。まあでもスピードで負けるか。まあ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 全然やりやすいと思うんで。危ねえ、落ちそうだった。まあ、走っていきましょう前を。ここで出るアイテムが緑、バックスナとか決めてどんどん離していきたいところですね。ターボ貯めて、ここバックスナポイント、ここら辺で一回ちょっかいかけてみる。当たれ、当たんねえか。まあ、ニセボもインコース置いとこう。 OK、 1人潰した。2位潰したのでかいね。まあ、もう1人近い人がいますが、ガンボーイって。ガンボーイ、まあまあトゲ来たら来たで考えよう。まあ、トゲ来て一発耐える圏内まで離したいところですね。ここもできるだけインコースついていきたくて、アイテム取って、この辺とかも設置やるでしょ。この辺やるんじゃない。当たれ、まあさすがにかわせはするか。おっと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 、3位潰した。でけー。さあこれトゲ一発圏内まで離したんじゃないですか。まあ一発で済めばいい話なんですけどね。2発3発来るのがこのマリオカートウィー。怖すぎる。サンダーパウキター、回避は後ろの方だけだね。じゃあよしでしょう。アイテムスルーしたのはちょっとまずいかもしれない。赤コーラ、ここの出た後動物出た後が消せるポイントねえんだよな。アイテム取っとく。いやもうこれインコースついて早めにこの危険な地帯を抜けとこう。オッケーオッケーオッケー、まだ結構離れてるよ。これもインコースついていって、ちょっとちょっとインつきすぎた。あぶねえあぶねえあぶねえ、落ちるとかいうしょうもない負け方したくないからな。ここもイン、怖い、やばい、頑張ってる頑張ってる。今日走りガバ気味か。バナナ、ここまあこの辺置きますか。嫌なんじゃない。あのカーブで、やっかコーラ来てる間に合い、消せないか。ナイスバナさんだ、最高。ニセボだったら壊してないですからね。アイテムの真ん中通ってこれは消せるでしょう。オッケー消した。でここもインコースやらしく置いといて、ボックス前もペンギンさん邪魔、やめてください。トゲゾーやめてください本当に本当に。ここ当たるでしょこれ。おっ、君が潰れまくってる。でここの設置マジ見えないからな、死角が多すぎる。さあ被弾させまくって、この距離感さすがに逃げ切ったんやないですか。一回ね、あのヘイホービーチの次、ヘイホービーチ2連続で来てカットしちゃいましたが、そのレースを除いて今日は4連1位ということで8000戻したんじゃないですか。はい、ということでレートはプラス78で8000だった今。いやディディコングめっちゃ良かったわ、おすすめです。このキャラめちゃめちゃ使いやすかったんで、ね、キャラね、あのファンキーとかまだ使ってなくて、なんかいろんなキャラ触りたいなとしては、ディディコング触ってみてはいかがでしょうか。ということでご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。次回中量級回最終回よろしくお願いします。バイ。